わぼいそぶさん。こんにちは。わぼい社長。みんな。携帯電話で最近は調べるけれども、携帯電話は使わないで楽しい旅をしましょう。埼玉湖チャレンジ第2弾です。まあ、私は分かってましたよ。何を？ソミョン4番出口11時、はい、ああ来たなと来たなと。じゃあ早速、はい、今日はこれだけです。1行しか書いてませんので。はい、結構不幸ですか？反対です。反対。どうぞ。じゃんじゃん。クロヤギを食べろ。え？もう今一度。黒ヤギを食べろ。はい、黒ヤギを食べろ。食べろ。ってことは牧場ってこと？形になります。やばい、やばい、やばい、欲しい、欲しい、あれ欲しいだよね。ですよね。違う。まあ、行ってほしい場所がありますから、やっぱりそこには行ってほしい。そのヒントがないんですよ。確かに。そのヒントが欲しいんですよ。有名ってことですか？そうですね、まあ、釜山の方は知ってるかな。なかなか食べない、食べる機会がないと思うし、聞かないと思うし、まあ、とりあえず最初は黒ヤギ。で、あなたたちに武器を一つお渡ししておきますんで、スケッチブック、何かしら必要でしょう。で、あとペン、をお渡ししておきますので、はい、黒ヤギさんのねところに行くまで頑張って。行かないで、もうしたかったけど。はい、それでは行きましょう。せーの、カモイカイエー。クロヤギってコムンヤンで伝わんないんですか？コムン石ヤン。羊じゃなくてヤギだよ。ヤンじゃないですか？ヤン、あれって羊ですか？ヤン羊か。ヤン羊ですね。じゃあ絵描く。ヤギの絵描いて黒すればなんとなく伝わりますかね。ああ、何書いたの？ヤギと狐に角を生やしただけのように見える。ヤギ。そこの犬じゃん。ヤギ。いやでもヤギを想像できないといけないのに、これヤギじゃないもん。ヤギじゃないもん。リノ絵が得意ですから。いや違う、動物園無理なんだ。ヨギじゃないもん。これは2秒だよ。これは2秒。2秒一旦本屋さん行ってヤギっていうものを調べて。本屋さん行くの？単語で来られたら弱いな、あちらは。誰が考えたんだこれ。いや、もうちょっとあるはずなんですよ、つかみが。懐かしい。あ、本当だ。あんだ。小学校の子、どういうふうに。ヤギって、哺乳類。ね。でも、ちょっとここにはいないかな。ない、そこに。うん、これないの。哺乳類分別とか書いてるんだ。犬かわいい。ね、キツネかわいい。あ、キツネが住んでる。これ何？石。あ、来た。じゃあね。ちなみにここの中にヤギさんいますか？ヤギさんいます。一羽？一羽？ヤギじゃないの？ヤギでしょ。違う。ちょっと違うページ見てみる。これがなんだって話だよね。ここの中にいるってことだよね。でもさ、羊と分類されるじゃん、絶対にヤギって。でもうちらが羊とヤギ似てた、同じと思ってたよね。この本も同じだと思ってた。ヤギってどういう形だっけ？なんか動物見すぎてさ、全部がヤギに見えてきちゃった。ちなみに社長、今探してる中でヤギは出てきますか？おお、そうですね。単語は絶対これだよ、はい、じゃあ単語は出てきてます。あんまり見ないでください。動向を見るって大事だよね。大事だよね。これ調べてみてよ。
絶対それだって次だ次だせーのせーのいや絶対そうじゃんいいと思う、いいと思う。どうしようかな。コムン4層コムン4層有名なのって言った方がいいよ。なんか先生が言ってたけど、外国人の子はつなげないで単語だけで説明した方が分かりやすいって。なんか有名黒柳どこって言った方が伝わるらしい。あ確かに確かに。そういうさ、有名4層もうでも食べれるところですよね。見るところじゃなくて。さあ、じゃあどんな人に聞こう。絶対おじさんな気がする。若い人たち、でも若い人を探したらそれするよってくれるか。ともちゃんが言うセリフを考えてなくて、うちが言わないんだ。さあ、まず一番目に聞く人をね。私が重要なんですよ。ここで怒られたら私たちしょぼくれます。もうそうだよね。それが怖いんですよ。どうしよう。なんかあんまりいないな人が。いっぱいいるんだけど人は。人はいっぱいいるんだけど。ターゲットになりそうな人が。こっちに知り合いの店がある。そこどこ？知り合いに聞きなよ。知り合いにないと思う。わー出てよ。探してないな。してないな。前回はさ、完全な単語が出ちゃったから聞きやすかったけど、今回単語がないからさ、合ってるか合ってないか分かんないですよ。ふ4素とかそういう感じ。もしかして黒の言い方を変えるってこと。だって黒豚とかフッテージって言うじゃん。そういうこと。なんかそこの人たちに聞いてみる。どっかいるのがいいから。行ってみよう。すごっ。ほらよって言われちゃいました。早1時間。美味しいところはないですって言ってました。なるほど。だってなんか一番近くて大丈夫そう。あ、多分星があるところを今紹介してもらいました。とりあえず今やってるかわかんないけど。どこですか？ソミョンだ。ソミョンなの？もう一つ変じゃないよって言われるけど。ソミョンなの？여기まあ、あ、원래흑염소는맛있는거없어요맛있는것은아예없어요。多分ね、ソミョンで探すからないって言ってたんだと思う。行ってほしい場所はそこじゃないのでね。じゃあまず地域を探す。地域を聞いたらいいんじゃない？そこの地域がどういうことですか？食べれそうな地域ってなんか、ね、それが有名な地域ってこと。これは場所探し手伝った方がいいですか？フンヨンソイ、ユミョンハンゴーセーあ、あ、プル、あ、プサンサンなんですよ。あ、カムサンミンダダメだね。思ったよりも難しい議題になったね。セサンダク、フンヨンソー먹고싶은데좀부산에먹을수있는곳에아십니까그저도부산사는사람아사람이아니에요아감사합니다부산의사람이있어오이나흑염소흑염소요네죄송합니다좀유명한곳에유명한곳은잘몰라가지고아그렇습니까、네、여기가좀유명한곳근데여기는좀멀어요산손이에요아산손이요네그거는산성에서가기힘들겠네
아힘들어요여기가남아있어요아문문현동네아이름이도심도심속의흑염소입니다아감사합니다네감사합니다감사합니다감사합니다やっぱりあのいろんなところが遠いぞ遠いぞって言ってあの一番遠い近いところを探してもらうあのくれるんで、まあ、確かにそうだよなというところではあるんですけどね土曜日夜8時はワンバイドクター見てねー黒ヤギの村っていうのがあるんですよでそれは本当にあの結構ガイドブックでも載ってるところなんですけどやっぱりね韓国人の方があんまりよく行かないうん、場所になるのであソミョンから探すのは難しいっていう結果になりますね、うん、多分あのさっき調べてくれた方も今の方も、うん、そこ出てきてあ遠いから行くの難しそうだなって言って近いところを探してくれたと、うん、なので、連れて行きます名前を社長が書いてどうやって行きますかっていう話があるそうしますかいや本当にすいませんね本当にもう協力してください皆様ありがとうございましたはいじゃあこれで一旦行ってみましょう作戦は作戦は岩あなるほど庭やっぱりここなんですね違いますよ私はこういうところがあるとね、온천장역에내리셔갖고온천장역네내려서203번버스타셔야돼요그리고내려서거기내리는곳죽전마을죽전마을아감사합니다감사합니다아네됐어요됐어요수고많아요아예네감사합니다감사합니다감사합니다本当に最高だ。これが一番最高だ。いやそれじゃすぐ解決。じゃあオンチョンジャン出てから203番。よっしゃ。あっちやーってどうやってどうやってあのおじさんに言っとこうあずがれてるあずはい、おじさん見たおじさん、来ました教えてくれた23番23番23番おじいちゃん、いろんなおじいちゃんが助けてくれいろんなおじいちゃんこれ慣れてうんねえ、さんみんな本当にこれしかないんですね、ここ本当だねおじいちゃん、見つけたおじいちゃん、みたいですねてぐ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 山に入ってきましたが山の中山の中入ってきましたここはどこですか終点の十丁丸です十丁丸終点で最後まで乗れば着くってやつですなんか面白いこんな感じの壁画があったり綺麗だねあの村自体でここにはあの有名なものがもう一つありまして、クムジョン山村マッコリというはい。クムジョン山村マッコリが一番美味しいんですよマッコリの中で。うちそれしか買わないもん家で飲むとき。あ、そうなの。そこの左にあるのがそのクムジョン山村マッコリのなんていうの工場というか。何やこの作品は。あ、きっとアンコウみたいな。ね。はい。あの畑とかは上にあったりするんですよここ工場の一つですねここで出来たてが買える、はい、っていうあ、いました
いました。ちょっとあなたを見るためにここまでやってきたんだよ。ちょっとお疲れ様でした。いや前回よりも疲労感がすごい。もうめでたく、今1時半になっておりますので、2時間半ということで、黒柳を探すための旅は終わりますので、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。では以上、甘井さん、お疲れ様でした。この後も続きます、続編。